どうも皆さんこんにちは。楽しいゴールデンウィークを過ごしていますでしょうか。僕はゴールデンウィークということでね、ちょっと怠惰なんですけれども、ヒゲを伸ばしています。ヒゲ剃りすると皮膚が痛むんでね。で、今回はなんですけれども、僕の動画で初めてガジェットを紹介しようと思います。それは何かというと、ポケット Wi-Fi です。今回紹介するポケット Wi-Fi は WiMAX2 プラスという機種を紹介したいと思います。ポケット Wi-Fi の中では一番通信量が安くて、一番たくさん通信できる機種なんじゃないかなと思います。で、今回これをね、1ヶ月ほど僕は試してみたんですけれども、それのいいところと悪いところっていうのをそれぞれ紹介しようと思います。まずは WiMAX2 プラスを買った時の箱に何が入ってたかというと、小さい本体と USB のコードと、あと説明書です。これだけ入っていました。僕の場合は月々3696円払っています。3696円払ったら月 7GB まで使うことができます。で、もっと使いたいなと思った人は4300円を払うと毎月何ギガでも使うことができます。はい、ということで自分の生活に合わせて料金プランは変えていけばいいんですけれども、一番大事なのは通信速度ですよね。 YouTube で動画を投稿している人にとっては速度が遅すぎると本当に大変ですし、通信の遅延とかってかなりストレスになりますよね。そこで今回はこのルーターで使える3パターンの通信速度制限というのを紹介したいと思います。 2.3GHz、5GHz、5GHz以上っていう風に3種類のパターンに通信の仕方を分けることができます。通信速度の設定をするときはこちらです。 Wi-Fi 設定というボタンを押します。そうするとこのようにあります。 2.4GHz、5GHz、括弧屋内用、5GHz、括弧屋外用とあります。上から順に 2.4 が通信速度すごい遅くて、真ん中は一番強くて、一番下は中くらいだと思ってください。だけどこの2つの 5GHz はそんなに速度は変わりません。ではこれら3つの僕なりに感じた特徴を説明したいと思います。 2.4GHz においてはウェブ上でブログとかテキストを見る点では全然問題はありませんが、動画を見るときに少しだけ遅いような感じがします。このルーターと携帯のインターネットと家の Wi-Fi を比べると、スマホが一番強くて、次に自宅の Wi-Fi が速くて、最後にこのルーターぐらいの速度の違いがあります。次にこの2つの 5GHz についてなんですけれども、両方あまり違いはないと思いました。どういう特徴があるかっていうと、動画を見るのはサクサク見れるし、動画投稿も結構いいスピードでできます。速度自体も携帯と家の無線 Wi-Fi とほぼほぼ同じぐらい、全然違いがわからないぐらい速いスピードで通信してくれます。では次に気になる問題はバッテリーだと思うんですけれども、ただいま僕が設定している 5GHz 各屋外用にしていても1日中電池は切れることはなかったです。ですが経年劣化というのがあるので、1年後2年後バッテリーの持ちは悪くなっていくと思います。そして一つ気になるのが、このルーターに付属している省エネモードについてです。ポケット Wi-Fi を数分使ってなかったら、こうやってポケット Wi-Fi がおねんねしてしまうんですよ。おねんねしたらもう一回電源を長押しして再起動しなくちゃいけないんですね。これがかなり面倒くさいです。すぐに Wi-Fi を使いたいなと思っても、いちいちこうプッて押して、こうやってはいっていうのを押して、もう一回通信が開始されるのを待たなくちゃいけないというのがかなり面倒くさい点ですね。はい、ではまとめさせていただきます。このルーター、インターネット使いたい放題で月々4300円というのはかなりお得だと思います。インターネットの通信速度についても申し分ありません。だけど一つだけ、インターネット使いたいなっていう時に限って、だいたい省エネのスリープモードになっているので、起動させるまでの時間があります。それがとてもストレスになります。じゃあこのスリープモードどうやったら解消できるのっていうと、説明書に載ってるって言われてるんですけれども、箱に入ってる説明書には載ってないので、ちょっとね調べるのが面倒くさいなっていう人は多いと思います。ですがバッテリーの持ち気にならないっていう人は設定で直せるとは思います。ということで WiMAX2 プラスの紹介でした。気になった方はぜひ買ってみてください。はい、僕の動画ではね、初めてのガジェットの紹介動画だったんですけれど、いかがだったでしょうか。皆さんに分かりやすい動画作りということで、あえてなんとかキロバイトとか、なんとか BPS とか、そういう速度の単位とかは出さないようにしました。感覚的にスマホより速いか遅いかっていうふうに説明したんですけれども、これがかえって分かりにくいっていう方は多かったと思います。そういう方は申し訳ないです。もっと詳しい説明の方をぜひご覧ください。ではということで今回の動画は以上です。皆さん楽しいゴールデンウィークを過ごしてください。また次の動画で会いましょう。バイバイ。